こんにちは、料理教室のぼんちゃんです。今日はシワシワナスをピチピチナスによみがえらせる方法をご紹介します。動画の最後にはもうシワシワにさせないナスの保存方法をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずナスのヘタとお尻を切り落とします。こんな感じでナスの実が見えるぐらいまで切り落とします。そうしましたら水につけてナスが浮かないように重しをして冷蔵庫で5時間以上置いておきます。冷蔵庫がパンパンな方は50度のお湯を作ります。沸騰させたお湯と水を半分ずつ加えれば簡単に作ることができます。指を10秒ぐらい入れられるぐらいの温度です。そうしましたら先ほどのナスを入れて浮かないように重しをして常温で3時間以上置いておきます。3時間経ったのがこちらです。ピッチピチ。ナスは乾燥が苦手なのでそのまま野菜室に入れておくとすぐにシワシワになってしまいます。なので乾燥しないように1個ずつラップで包んで野菜室で立てて保存します。これで 1,2 週間は美味しく食べれるのでぜひやってみてください。このチャンネルではいつもの料理がもっと楽しく楽になる料理術をレシピとともにお伝えしています。この投稿が参考になりましたらいいねボタン、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。